ここ短い時間ではございますけれども、非常に狭いところになりますけれども、はい、トークショーを行ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。これ箱根なんですよ。これでこの2人が一緒に走ったと。そうね、すごい絵だな、これ実はこうだったっていうのをね、結構喋りたいことあるんですよ。いろんな話があると思うんですが、はい、その言いたいところ、一番この2人での走り、まず車がね、ほら初めて86の、このトラストの86のターボのね、うん、はい、この車、右ハンドルの乗ったんです。まあ、僕アメリカでフォーミュラ D やってて、うん、はい、右ハンドルとか乗るのなんてあんまないんですよ。ないですね、はい、当然ね、ずっと左に慣れてると、はい、だって向こうでほとんど走ってるから、車って左しか乗ってないでしょ。そうです、ね、右乗ることないもんね。もう本当数わずかなんですよ。ですよね、右ハンドル乗るのってことはやっぱりちょっと乗りにくいと。そうですね、乗りにくいですね、はい、乗りにくいですね。しかも乗ったこともない車で、はい、走ったことも見たこともない山道をいきなりハイアクションって言われて、いや、タイトルでしょ。いや、それ普通考えるだけでも、ぞ、うん、っとするというか。それを、はい、行けって言われたの、もう一回練習とかしたの、あれ。どういうふうにやってんの、あの時間までずっとスタンバイして待ってるんですよ。でカメラの準備できました、はい、どうぞですよ。え、そうなの、はい、下見とか一回ドリフトして、川端選手は7年前にそうですね、35 GTR で単独でやったんで、はい、なんとなくは分かりますよね、はい、であれがすっごい楽しかったと。そうですね、もう喜んでて面白かった、他のドライバーが悔しがるぐらい、はい、まだいいですけど、そうだから、という風潮全然、そのビデオ見たぐらい。そうですね、だから一昨年 の、 あの川端さんの YouTube のビデオを見て、はい、ちょマジ本当恐怖感が広まったっていうか、もう怖かったですね。だからもう飛行機の中でもずっともう緊張してて、来てぐらい大丈夫かなっていう。そうだよね、はい、初めて乗る車、ね、初めて走るコース、それも行動、はい、さらには路面状況もちょっとわからない。そうですね、いう悪条件が全部重なって、前の日に長雨降ってて、はい、走ってる時はドライというか、まあ、雨は降ってなかったんですけど、下は路面は濡れている状態で、はい、で、まあ、時間がすごい限られてるので、ね、細かく分けるとモーターヘッドの撮影の時間が前半、はい、で、あと後半はトヨタ用の時間っていうのを区切ってたんですけど、はい、結構押して、うん、で、いろいろ、まあ、走り方とかこの辺こうしてこうしてで、カメラかこうしてって配置替えしてって、うんうん、はいはい、で結局のところもう最後、まあ終わったってなった時にはもう投与の時間がもうすごいちょっとしかなかった、短くなっちゃって、はい、でその中で今度投与のやつやりましょうって言って、まあ、これ動画見てもらったら分かるんですけど、はい、オーバーテイクのシーン、はい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 、はい、があるんですけど、はい、あれやったのって1回だけです。あ、その本当に1回だけを決められた。で、それがなかったらやってみようと、中で、じゃあ俺こうやって、じゃあ前でこうやって走って、俺こうやってここで抜くからって言って、1本、ワンチャンス。でも、あれ、あの時ってお互い無線はつけてるの？つけてますけど、そんなコミュニケーションは取ってない。あ、取ってない。取るのはもう、取ってない。走ったらもうそのままもう、打ち合わせ通りに走るっていう。やるだけ、やりきるだけ。あれ、どのぐらいの長さをずっと行くの？右はもうね、5秒ぐらい。いやいや、全部でそずーっと登ってくる。いや、まあドリフトの撮影は基本的には右と左の、はい、あ、そこだけでやってるんだ。一番その条件が、はい、その重なったのが、うん、ほぼほぼドライになったんです。そうなんですよ、なんか中途半端にウェットとドライだったんですよね。そうだよね、だってから、ウェットだと4速、ドライだと5速っていう状態で、え、5速？はい、え、これ何キロまで出してんの、ここ、メーターは分かんないけど、ドライで走ったらストレートは215キロ出るんで。そんなに出んの？はい、パンパイク？はい、でドリフトで、そう、ドリフトの区間 の、 その手前の直線からでその速度が出るんですよ。はあ、でそれを、はい、ウエットだからね、結構ちょっとそれは抑えめで、いや、まあそのアクセル回路とかその振り出すポイントっていうのは変わんないんですけど、はい、途中で4速やってたらもう速度が上がってきて、うん、ギアが積んで、まあ、ギアというか回転が積んで、そうだね、もう、まあ、これはダメだって、上げるしかない、瞬時にもう5速か5速にして、ウエットで、ハーフウエットで、でその振り返しをしたけど、その先がドライなのかウエットなのかわからない、わからないんだ。そうだよね、だからもうなんとなくの感覚でバーっていったから、僕ちょっと食ってるな、乾いてるなって感覚はあったんですけど、その先が、うん、コーナーの先は濡れてるかもしれないんです。そうだね、峠道って濡れてるとこ、はい、乾くとこってまだらに、そうなりますか、なりがちなんで、はい、川ができてるとこもあるしね。それがまずおっかなかったんです。だから、うん、まあ
とりあえず一発でもその成功したっていうのが、まあ奇跡に近いかなって。いや、もちろんだってそこでクラッシュしたらもうアウト終わりだもんね。そこでクラッシュしたら俺も多分取れないですよね。今ここにないよね。呼んでもらってないね。このセーターも入れてない。多分その一発をやっぱりきっちりこの二人がやり遂げたというところがすごいところであり、それにプロをごめんなさい感じます。お前ですか？はい。ちょっとだけ。ちょっとだけ。喜ぶなよ本当に。その辺はすごいなと思いますよ。その限られた条件だったんで、はい、もうその練習っていうのがとにかくなかったんですよ。いやないよねこれね、できないもんね。もう今日本の中ではやっぱりあなたたちがやったこのターンパイクの走りっていうのは。もういかにも行動走ってる絵だし、そうですね、これ結構センセーショナルかなという感じがいたしますけれどもね。これね、さらに裏話があって、何ですか？まあ、時間がなかったっていうところで、はい、要するに2人で走ったのと1台で走ったのがあったんですけど、うん、はい、そのあたりの、なぜかこうお姉さんの周りを回ってる、うん、なんかちょっと暗いのが回ってるのありますかね、はい、実はですね、はい、あのお姉さんを、はい、奪い合うためのバトルだったんですしょうがねえな、本当にそうなんだ。で、やってみたの。いや、要するにそういう設定の絵を撮りたかったんですよ。はいはいはい。で、お姉さんがスタート位置入れて、はい、ゴーってやったら2人で出て行って、はい、で、そこで俺がオーバーテイクをして、はい、勝って、勝って、で、武士は、はい、悔し涙を流すという涙のとそんなストーリーシーンも撮って、そういう偽涙を流すシーンもあったんですよ。そうなので、その後、そのお姉さんを奪い取った俺は、はい、そのお姉さんと2人で温泉に入って箱根の、はい、で箱根の温泉で、はい、まあ、その勝ってよかったっていうような絵を撮るのに、お姉さんだけ温泉も行って、その入浴のシーンも撮っといたんです。あるんだ、はい、じゃあ今作ろうと思えばそれちゃんと作れる。それがちょっとやっぱ撮りきれなくて、ああいう形になって、その勝利の前みたいなのが、なんだかわかんないのだけ、俺が走った後の暗闇の中で回ってるっていう絵がくっついちゃったんです。これなんだろうというのが、実はあれはそういうストーリーがあるんだ。それその後の撮りましょうよ。じゃあそうだから俺もしかしたらそのお姉さんと、はい、その温泉のシーンが絡んでたかもしれない。だからその時にだってそれってそこだけ撮ればいいんでしょ。だから行動を封鎖することもないし、ドリフトする必要もないんで、川端が浴衣着てお姉さんと一緒に温泉行けばいい。それだけだっておかしいでしょ。なんでだよ、なんでだよ。そうなんだ、そうなんだって。もう出来上がってるんで、すごいかっこいい映画、最後すごくかっこ悪くなりますけどね。そういうストーリーがあったんだ。そういうね、ストーリーイメージがね、そういうのがあったんで、まあ、今回はね、こういう形、はいになって、で、さらに一人で走った絵が、はい、まあ、すごい暗闇の中で、はい、すごいウェット路面で、はい、すごい危ない状態で、今度普通のドリフト区間のもっと下のスタート地点っていうんですかね、はい、よく言われる箱根の便所コーナーですか。そうです、要水車、はい、そこのところがあるんです。もう上までずっと空転差しっぱなしで上がっていってやろうと、行ったんだ、もう やろうと、はい、うん、でそれが、心臓をバクバクさせながらやって、でそれが決まったのはなんか見る人が見たら、わあ、やっぱり危ないことやってるなっていう、あれ、すごい危ないことやってるんですよ、霧でね、いやいや、見えないんですよ、見えないよ、見えなくて、全部ブラインドコーナーだし、そあそこって鹿とか飛び出てくるんですよね、知ってます？知らない。幽霊は出るって聞いてる。幽霊は出るけど、対向車がないから思い切って全部車線使ってますよ。あ、それはもちろん、はい、だけど、あそこってじゃあ来ないと思ったらいいんですが、猿と鹿がいるんです。あ、それ出てきたらえらいことになりましたけどね。まあ、避けれはしないですね。しないね。本当にね。もうね。避けれないですね。これ、この後続く絵っていうのはあるんですかね。聞いてる？またやりたいでしょ、あれ。要するに今年ですよね。今年です。いや、何も言われてない。はい。あれ以上の関係のことできるのかな。多分ね、もうやめといた方がいいんじゃないですかね。あ、ギリギリ。でも終わった後は良かったなという、要するに映像もできてよかったなという、はい、アンドはというところですか。いやー、でもさすがそのエンジン、ちょっとプロフェッショナルは感じますけれども、やるときはやるんですね。やるときはやります。まあ追い込まれてる感じがすごいあったんですけど、多分2人ともやりすぎるときはダメなんでしょうけど、そうですね、やるときはきっちりやってくれるというところだと思うんですけれども、はい、江口選手、そして川端正人選手でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。